ファン必見。ナンバー、愛の新作ミニアルバムの衝撃的な内容とはナンバー、愛の新作ミニアルバム、ナンバーをリングに込められた意味とは音楽の世界において、アーティストは常に新しい形式やアプローチを模索しています。その中で、ミニアルバムは近年注目を集めています。では、ミニアルバムとは具体的に何でしょうか今回は、その魅力に迫ってみたいと思います。ミニアルバム。 または EP、エクステンディッドプレイは4から6曲の楽曲を収録した30分以内の音楽作品です。この形式はアーティストがアルバムの制作に取り組むのに比べると手軽で短期間でリリースできるという利点があります。そこで No.I のミニアルバムが6曲くらいである可能性が高いとされています。しかし、1曲の収録時間が短ければそれ以上の曲数が含まれるかもしれません。さて、 今回のナンバー、愛のミニアルバムは、彼らのファンにとって待ちに待ったものでした。ファンクラブサイトでの予約開始と同時に、ファンたちは熱狂しました。しかし、予約開始後は混み合っているサイトや、予約が完了しない不安な状況もありました。そこで、焦りや緊張が走る中、ファンたちは予約を完了させることができました。このミニアルバムには、ファンとの絆を象徴する意味が込められています。タイトルには、始まりのゼロと、 リングはという言葉が含まれており、これは神宮寺くんが考えたものです。インライの時に歌着想から、このタイトルが生まれました。このタイトルは、ミニアルバムの中にも様々な意味が込められており、アーティストの深い思いが感じられます。また、ファンの間では、このミニアルバムがナンバー、愛のシリーズ1作目であるという興味深い議論がなされています。過去の作品や彼らの進化を考えると、 このミニアルバムには多くの期待が寄せられています。紫輝くんが絶対に二人と離れないという姿勢はファンにとって心強いものです。三人の絆が揺るぎないことは彼らの音楽活動においても重要な要素の一つでしょう。このミニアルバムのリリースによってファンは新しい音楽体験を楽しむことができるでしょう。そして彼らの音楽がさらに進化し成長していく様子に期待が高まります。 ミニアルバムという言葉を聞いたことがありますかもしあなたが音楽のファンであれば、おそらくその概念について、かすかな知識を持っているでしょう。ミニアルバムは、アーティストたちがリリースする新しい形式の音楽作品で、従来のアルバムよりも少ない曲数で構成されています。通常、4から6曲の楽曲が収録されており、その収録時間は30分以内です。日本では、ミニアルバムは、EP とも呼ばれ、 ファンの間で人気が高まっています。では、なぜミニアルバムが急速に注目を集めているのでしょうかその答えは、アーティストやファンのニーズが変化してきたからです。昨今の音楽業界では、スピーディーな情報伝達や短時間での消費が求められています。ミニアルバムは、そのような環境において、より迅速かつ効果的にアーティストの音楽をファンに届ける手段として活用されています。ナンバー、愛の最新作。 ナンバーオー・リング、はミニアルバムの傑作の一つです。この作品には繊細な楽曲と心に残る歌詞が詰まっており、聴くものを感動させます。さらに、アルバムのタイトルには、ファンとの絆を象徴する意味が込められています。神宮寺雄太が考案したナンバーオー・リング、は、始まりのゼロと和をかけています。このタイトルには、アーティストとファンの間に生まれる絆やつながりを示す意味が込められています。また、 ミニアルバムのリリースはアーティストとしての成長や新たな挑戦を示すものでもあります。ナンバー、アイの、ナンバー王、リングでは彼らの音楽の進化や多様性が反映されています。このミニアルバムには彼らのこれまでの活動では見られなかった新しい要素やサウンドが詰まっています。そして、それがファンにとっても新たな魅力となっています。一方で、ミニアルバムのリリースにはいくつかの挑戦も存在します。 例えば、収録曲数が少ないため、アーティストはより慎重に曲を選択しなければなりません。また、アルバム全体の流れやまとまりを考える必要があります。しかし、その限られた時間の中で、アーティストはより集中してメッセージを伝えることができるという利点もあります。ミニアルバムの台頭により、音楽業界はますます多様化し、新たな才能が排出されています。そして、 ファンはより多くの楽曲を楽しむことができるようになりました。これからもアーティストたちが独自の音楽スタイルを追求し、ファンを魅了し続けることでしょう。最後に、このミニアルバムに込められたアーティストの思いや、ファンとの絆について考えると、彼らの音楽活動の真摯さや情熱が伝わってきます。彼らの新たな挑戦に対する期待と興奮は、ますます高まるばかりです。 果たして、このミニアルバムが彼らの新たな一歩となるのか、ファンの心は一体どうなるのでしょうかそれを見守るだけでも、十分にワクワクしますね。あなたは、このミニアルバムにどんな期待を寄せていますかこれからのナンバー、愛の音楽活動について、どんな予想を立てますかぜひ、あなたの意見や感想をお聞かせください。